福岡県では、昨日新たに3606人の新型コロナウイルスの感染者が確認されました。新規感染者3606人の内訳は、福岡市で817人、北九州市で622人、久留米市で303人、県が管轄する地域で1744人などとなっています。40代以上の男女34人の死亡も確認されています。 1>, 1日あたりの新規感染者数は、8日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。おととい時点の病床使用率は、前の日から3.2ポイント下がり58.3%、重症病床使用率は0.9ポイント下がり8.6%となっています。佐賀県では昨日新たに563人の感染と3人の死亡が確認されています。